FM ラジオより AM ラジオの方がなんとなく好きです。難品親父です。本日のテーマは最近手放した809385円増配で利回り5.8%ということで,、えーっとですね、5月6月とブレイクした極東貿易こちらのです、ね、ご紹介です。 私、最近手放したんですけども、まずは簡単な会社の概要ですね、基幹産業関連部門、電子制御部門、産業素材部門、機械部品素材部門ということで、まあ、卸売業、商社と思っていただいて結構です。玉東貿易、まず今年なぜ注目を浴びたのか、まあ、後輩当株だからということなんですけども、なぜ後輩当株になったかを見ていきます。まずは5月10日にですね 今期経常利益は70%増益ですよという発表がありました。でですね、その時にですね、今まで配当が60円だったんですけども、それが145円。 なんと85円もアップということで、倍以上の配当にしますよという発表がありまして、これらを受けて株価ですね、一時ストップ高、5月の10日、11、12とですね、非常にブレイクした銘柄でありますで。さらにですね、中期経営計画ですね、こちらを見ますとですね、今後3年間はその配当をですね、 えとですね、配当成功100%を維持で、この配当をです、ね、当面維持しながら、経営目標も、ね、ROE を8%、経常利益も25億円ということで、あとは M&A も検討していますということが交換されました。 さらにはですね、極東貿易え、なんとですね、自己株買いも積極的に行えますよという発表もありですね、先ほども言いましたが、配当成功の計画、2022年3月期より3年間は、 配当成功100%を維持ということで、おそらくこの金額に近い数字、で売上はですね、3倍に伸びる予定だということなので、これより上がるということは、ですね、現在リマリ、利回り5.8%前後ですので、えー、非常にですね、魅力的な銘柄となるわけですけども、配当成功100%を維持するということは、ね、逆を返すとですね、えー 極東貿易の自由になるお金を全て配当に持ってかれるというのはですね、ちょっとですね、企業としてどうなのかなと、成長性にちょっとですね、疑問符をちょっとですね、つけなければいけないような気がいたします極東貿易の主な指標を見ていきます時価総額155億円と小型株と言っていいでしょう PER18.2 倍 PBR0.7 倍とですね、株価ブレイクした 割にはですね、まだ PER、PBR はですね、割安感があります。あとですね、収益性を示す ROE と ROA がですね、低いです。 1.2%と0.5%、会社がですね ROE を8%今後目指すと言っておりますが、非常にですね1.2%から8%に上げると、ね、非常に厳しいと思います。この辺がですねどうやって上げるのかをちょっとですね詳しく会社の資料などをですね調べなければいけません。あと自己資本比率43%と、非常にです、ね、財務の方は。 問題になるようなところはありません、配当利回り5.7%で、配当成功132.6%とですね100%程度なんですけども、132%とですねもうすでにオーバーしております。近況の業績、こちらの方3ヶ月決算で見ていきます、2021年1月から3月、こちらの数字が非常に優秀でして、まあ、前回がですね、 コロナショックのっ中ということもこの数値がですね、今回非常に重要でありまして、今後3年間ですね、株を、株価ですね、を見ていく上、配当を見ていく上ですね、ここの数字がまず基準になりますので、次回のですね、この4月から6月がですね、8月の12日に発表がありますので、この数字よりですね、大幅に悪いと株価、 必ず大暴落しますし、利回りもです、ね、予定していた配当が出せなくなる可能性が出てきますので、非常に危ういんですけども、逆を返せばです、ね、この数字に近く、もしくは上回るようなことがあればです、ね、配当利回り、さらに良くなるということもありますので、まずは8月12日のです、ね、4月、6月の決算、こちらが要注目となります。 でですね、業績の予想、通期での業績予想を見ますとです、ね、なんと前期より30%減の売上最終利益こそ、ね、3.1倍になりそうなんですけども、まあ、コロナの影響で下がっていたところからです、ね、売上がさらに落ちるという予想、ここをどう見るかなんですね、で配当は145円とです、ね、倍以上上げているということで。 この辺がですねよっぽど会社がですね利益出すのに自信があるのか、22年以降、伸びると読んでいるということなんでしょうが、それにしても、ですねこの売り上げの30%減はちょっと下せないような気がいたします財務の方を見ていきます。 まずですね、財務、自己資本比率も見るんですけども、有利子負債倍率のですね、質問結構ありますので、有利子負債倍率の、えー、説明もしたいと思います。まず、有利子負債倍率というのは、ですね1年間に本業で稼ぐキャッシュの何倍の有利子負債を保有しているかということなんですけども、営業キャッシュフローというのがありますので、 次のページであるんですけども、営業キャッシュフローで10億円稼ぎます。そのような会社がですね、有利主催倍率1となっていた場合は、10億円の借入金があると、借金があるというふうに考えていただければいいかなと思います。ちなみにですけども、日経225企業データですね、有利主催倍率の平均値は3.7倍ということで、まあ、 1>, 1倍切っていれば何ら問題ない、1年以内のキャッシュで返せるということですので、0.1%ということは何ら問題ないと思いますし、自己資本比率、共和党貿易42%から43%とです、ね、なっており、総資産、自己資本、剰余金もで、ね、大きな変動もなく推移しておりますので、財務の方は問題ないと思います。 でですね、自己資本比率と有利主債倍率、あとキャッシュフローの方を注目しなければいけません。で、キャッシュフローの方ですね、営業キャッシュフロー、こちらがですね、先ほどの有利主債倍率と関係してくる数字ですので、ここを見ますとですね、2021年3月の 営業キャッシュフロー、6億4800万円ということで、もし有利子負債倍率がここ1でしたら、6億4800万円の借金があるというふうに考えていただければいいかなと思います。で営業キャッシュフローというのは、本業の、えーとですね、収益を示す数字であります、投資をし、えー、財務、借金の返済、えー、あと、ね、資金の調達などをしてですね、 その際からフリーキャッシュフロー、自由になるお金が出てきますで。フリーキャッシュフロー、営業キャッシュフロー、しっかりとプラスですので、なんら問題ないということで、財務の方はです、ね、自己資本比率、キャッシュフロー、問題ないと思います。あとですね、本日、さらに詳しく見ていくんですけども、EPS と BPS というのがあります。まずは EPS、1株当たりの利益なんですけども、1株当たり利益がです、ね、大きければ大きいほど、まあ、 当期の利益が大きいということで良いとされております。えっとですね。あと BPS というのもあります。BPS は1株当たりの純資産。こちらが1株当たりの利益、1株当たりの資産ということで、こちらですね。よく並列して並べられておりますので、こちらのような図ですね。これが、えー、極東貿易の EPS と BPS です。で 資産が大きく変わらないし、業績もそれほど変わらないと、やっぱりですね、このようにオレンジ色のように安定しております。ででね、EPS はやっぱり利益ですので、不況、業績が悪いとこのように減ってしまいますので、まあ、役に立つ指標といえば指標なんですけども、そこまで新技術にならなくてもいいんですけども、株価と照らし合わせることが重要かなと、個人的には思っております。で、 こちらがですね BPS、1株当たり純資産で何が分かるということで、まあ、1株当たり純資産が低いと純資産が少なく、不積が多いということになり、安定性に欠く会社だと見られますということで,で、ここに書いてありますけども、1株当たり純資産と株価を比較することで、その株が割高か割安か判断することもできますということで、こともですので、あくまで目安ですので、えー 株価の割高感、割安感をどうやって見てますかって言った時に BPS などを使っていると答えたり、ですねそういう考え方もありますよということで、これらを複合的にです、ね、使って株価の妥当性を見るというのがです、ね、非常に正しいかなと思います。でこちら見ますと、今回 BPS。 出ておりませんので、ちょっとですね疑問符はつきます。さらにはですね現状2021年3月の頃はですね株価1200円1300円の時の数字ですので、今現在ですね2490円ですの、ね、で。 必ず倍ぐらいの数値にならなければ割高という感じになってしまいますが明らかにです、ね、今回はその倍になるというのは難しいかなと思いますので割高ということはいがめませんでは配当成功ですねこちらの方を見ていきます2024年3月期までは配当成功100%維持 でですね、25年3月期からは通常、配当にて増配ということで自己資本を積み増やさないということなんですけども現状、ですね145円はもうほぼ予定ではありますがほぼ決定していると言っていいでしょうさらに配当成功100%ですね今後もです、ね、23年、24年とですね 利益が上がればその分出るということですので、非常に期待は持てるんですけども、逆を言えば、利益が半分になれば配当半分になるよ、半分にしますよと言ってるようなもんですので、非常にここ3年は業績が重要となる、その業績次第ではでは、この25年以降もですね配当を出せませんので、まずはここ3年が非常に重要なんですけども、 こっから見て取れるのは、まずは配当還元のですね意欲は高いというところだけは分かります、ですので極東貿易に関しては、ですね優待もありますが、まあとりあえずここ3年は業績のみ、業績のみを見ていけばいいのかなという感じはしますが、それでもちょっとですね急にこんなことをしだしたので、私、個人的には気持ち悪いなという感じがいたします。 ですので、私はです、ね、今回手放したということになります。配当利回りですね、5.8%、現状株価2490円で145円で計算いたしますと5.8%といまだもって高配当銘柄であることには変わりありません。優待の方もありまして、これはです、ね、現状、株価ブレイクする前から変わっておりません。現状の株価2400 これ88になっておりますが、本日90円ですので、ざっくりですけども、計算いたしますと、1000円のクオ・カードが年、ね、1回もらえるという仮定しますと、ですね、100株で0.4%の優待利回りとなります。 でですね、今後なんですけども、今後が重要で、まずは業績が非常に重要だよ、しかもここ3年が重要だよ、で直近のです、ね、3ヶ月決算の8月12日、こちらがです、ね、今期のです、ね、4月から6月の数字が出ますので、えー、前の1月から3月により良い、より近い数字、もしくは高い数字が出てこないと危ないよという。 と言いましたが、えっとですね、まずは会社の計画としましては、経常利益を25億円の目標と置いております。こちらはです、ね、2026年3月期の目標でありますが、現状、2021年ですので、5年後ですね、ROE が8%、現状が1%なので、非常に高い目標です。 非常に高い目標ですので、本当かなというところはあります。配当成功、先ほど言った通りですね、100%を維持。で自社買いもしますよということで、まあ、こちらがですね、棒グラフでイメージしやすいのかなという感じはいたしますが、この ROE ですよね、なんといっても1.3%から5.5、ここが非常に辛いというかですね、難しいような気がしますが、 自信があるのでしょうこうやってしっかりと返ってきていますので、えー、ROE を上げるには、ですね売り上げも伸ばさなきゃいけない。 ただ売り上げを伸ばすだけではなくて、利益も上げる、利益だけじゃなくて、ROE ですね、こちらも8%にするということで、まあ、8%自体は、ね、そんなに高いものではないんですけども、他の企業と比べると、まあ、目安としては10%あると収益性が高いと言うんですけども、現状、1.3%が低すぎるといえば、低すぎるんですけども、それにしてもです、ね、1から8というのは、ちょっとですね。 すごい目標だなと個人的には思いました。では先ほどの高い目標ですね、こちらはどうやってですね、計画し実行していくのかということで、え収益基盤の構築、資本効率性の向上、 こちらをしていくということで事業ポートフォリオの適切な管理グループ経営による効率化 ROE を意識した経営ということでさらにここの詳しいところが見たかったんですけれども、えー、ですねなかなか書いてありませんがここはですね会社の数字ですねやっぱり3ヶ月決算を私たちはですね四半期ごとにしっかりとチェックしていかなければいけませんでも株主還元は先ほど言った通りになります 最後に極東貿易の株価チャートを見ていきたいと思います。ここですね、大幅に上げているのは5月11日に増配、85円の増配をです、ね、発表したところからですね、急激に上げております。で、この時点でもですね、確か利回りですね、8%か9%ありました。ですので、株価人気となりですね、今現在もまだ上り調子なんですけれども、それでも5.8%ということです。 でですね、この辺でもぞもぞしていたのはです、ね、やっぱり会社のです、ね、計画にです、ね、疑問符、不安を覚えている人がいるのかなという感じがいたします。やっぱり2ヶ月ぐらいかかっておりますので、中身を見てみますとです、ね、やはり無理とは言いませんが、非常に挑戦的な計画ですので、ちょっとですね、売上は伸び え、伸びないのに利益が3倍になってですね、配当成功今後3年間は出して、さらに今後、さらにそこから増配を続けるというですね、株主還元の意欲は伝わってくるんですけども、え、業績の道筋ですよね、今後の、がですね、なんか目玉になるようなことが特にあるわけでもないですし、ちょっとですね、疑問符。 がつきますが、それでも後輩と銘柄であることには間違いありませんし、次回の決算は要注目なんですけれども、私が手放したというのは、ここの2400円を超えたところで、ですねまあ、200株実は持っておりまして、100株嫁名義、私名義で持ってたんですけど、まず私名義でのやつを手放しまして、その時にですね、も1200円、1300円台で持っていた。 どちらかというと、私は優待目的で持っていたので、えー、今回ですね、なんか当たっちゃったという感じがあるんですけども、十分元が取れたので、えー、私はですね、まあ、新たな投資のためにということで、ここで決断いたしました。で、さらその時にですね、見れば見るほどですね、個人的にですね、非常にですね、その 売上に対するです、ね、会社の計画、こちらが、ね、非常に不安を覚えてしまったので、まあ、ちょっとです、ね、今回、もうその100株も実は先週売っていました。 売ってしまったというのが現状ですが、えー、売ってしまったのにまだ注意深く見ているのは私だけでしょうか売った株に限ってですね、えー、気になるんではあるんですけども、えー、業績ですね次回先ほどから言っている通り8月12日に、えー、発表予定でありますのでその数字ですねを注目したいところであります、えー、極東貿易の今後とまとめです、えー、来季以降も強い株主還元を表明 中長期経営計画が交換され、利益5年で3倍へということになっております。自社株買いも予定されている。業績も今回発表されたのは弱くない。ROE、ROA が上がってこればということで、ROE が現在1%、それを8%に5年かけて上げるということで、確かに業績ですね、上がってこればですね、利益も3倍になるでしょう。 利益が3倍になるんですけれども、それは売り上げがあってこその利益、ROE ですので、売上がですね私はちょっと疑問符がついたので、今回、ちょっとですね、えー、十分利益を出したところで,ですね手放したんですけども、えー、皆さんはどうお考えでしょうか、で最後にですね、昨年は赤字が度々会社予想は強気で、ハイト成功が高いので注意ということで、 ま、現状ですね。株価が上がってから買った人はですね。まあ、そんな簡単には手放さないでしょうけども、元も々ともと持っていた方はですね。もう利確かえ、今後ずっと持つか迷っている方はいるかと思いますが、まあ、私は手放した方に入ります。でですね。まあ、やっぱり8月12日の最新の決算がまずはえ注目なんですけども。まあやっぱりですね。この。 中長期経営計画ですね、こちらに関するです、ねえー、詳しい内容、数字は出ているんですけども、意外に数字が、あのー、一人走りしてです、ねえー、業務の内容とかがです、ね、こちらの方面で攻めるとか、 東南アジア、海外に打って出るとか、あんまり書いてないんですよね、M&A は確かに書いてあったんですけども、まあ、それぐらいで、ちょっと目玉がないなという感じもありましたしこの分野のこれですっていうのがなかったのが、私、ちょっとですね、売った理由となります。 本日は私が手放した銘柄極東貿易をご紹介いたしました。最近皆さんが手放した銘柄あったらぜひコメント欄よりお寄せください。あとですね、チャンネル登録、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとコメントもですね、えー、全然関係ないことでも結構です。まだまだ余裕があります。えー、お待ちしております。本日は以上です。難品親父でした。